はい、皆さんこんにちは、ワタリグルフィジです。では今回はゲルンの予防性がサタン版ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、オーストラリアはトリントン基地、ここの攻略を行いました。まあ、ここにはね、今画面にも映ってますが、ドムをですね、ガウに乗せてオーストラリア大陸に大移動を一気に攻撃を仕掛けるという、まあ、ドムの機動部隊、ガウを使った機動部隊構想のもとにトリントン基地を陥落させました。一方、ヨーロッパオデッサにもですね、敵が攻め寄せてきたんですが、これはですね、捕獲したホワイトベース、さらにガンタンク、ガンキャノン、それにドムとズゴックを使って撃退に成功しています。今回はですね、撤退する敵、特にですね、ビッグドレーに乗ったレヴィル将軍をね、ここで撃破していきたいなということで、レヴィル将軍に向けてですね、ドム部隊が攻撃を行っているというところです。順調にいい戦いの方は推移しているんですけども、ちょっと危ないなというのがですね、宇宙の方でして、宇宙の方をご覧いただくとですね、ペガサス級が続々と打ち上がってきてまして、これの撃退に追われているというような状況です。でまずここにいるペガサス級はですね、封鎖を行って確実に消します。モビルスーツが出てくると厄介なので。で、前回打ち漏らしたホワイトベースはここで撃破。ホワイトベースから出てきた敵のモビルスーツ、ジムと思われますが、これをね、できるだけ早く潰しておきたいというふうに思います。で、もう一つですね、お知らせというかご報告がありまして、オーストラリアのね、トリントン基地攻略一段落ついたということもあって、各々ですね、階級を上げています。まずですね、ポイントご紹介しておくと、ガイアなんですけども、ガイアは大尉から少佐に昇進、それに伴って3連星のオルテガとマッシュもですね、中尉からそれぞれ大尉へと階級を上げています。でランバラル隊ですね、ランバラル隊の方も階級を上げてまして、念願の中佐に昇進してます。でシャアは大佐に昇進、まあ、その他何人か活躍してもらった優秀なパイロットにはですね、それぞれ昇進してもらっています。シャアも少佐から一気に2階級上がって大佐になってますね。大佐になったので指揮範囲がね、だいぶ広がりましたね。まあ、階級を上げた彼らがね、しっかり頑張ってもらえれば、まだまだ戦えるかなと思います。では時間を進めていきます。今回はね、もうこのハワイ攻略を一気に進めていきたいと思います。心配な状況の宇宙がうまく機能してくれれば、まだまだ有利に進められるかなと思うんですけど、次のターンでリックドームがね、宇宙で生産できるようになるので、まあ、そこでまた、ピンチになっている宇宙の情勢を、なんとかね、リックドームの力で変えていければいいかなというふうに思います。ここは、レヴィル将軍ですね。ちょっとせっかくなんで、デミトリーとレヴィル将軍見ますか。これはレヴィル将軍のピットレですね。削り切れるかどうか、硬いけど削り切りましたね。これで、レヴィル将軍のビッグドレを撃破しています。この先はですね、ベルファスト基地の攻略戦も始まろうかと思いますので、しっかりとですね、ヨーロッパ、ここの敵戦力を削っておきたいと思います。でズゴックはそのままベルファストに突入も可能なんですけども、その他の部隊は残念ながらそのまま突入というわけにはいかないので、ハワイ攻撃に向かってもらっているガウ攻撃空母、これをですね、ハワイ攻略後に、オデッサに移動させて、オデッサからですね、敵のベルファスト基地に、またね、モビルスーツを運んでもらいたいと思います。シナプス艦長の乗っているここだな。このペガサスをどれだけ早く仕留められるかですね。まあ、絶対に外に出したくないので、このペガサスの中に入っている敵モビルスーツは硬いな。どうだろう、6分の1ぐらい削ったかなっていう程度かな。格闘も外してるし、ペガサスは硬いですね、やっぱりね。しかもシナプス艦長が乗ってるともあれば、さらに硬さが増してるのかなと。
ここはガトルが2機撃破されたか。この攻撃を避けら、ここは確実にペガサス撃沈ですね。いや残るか、いや大丈夫だね。ドキッとしますよね、ペガサスの硬さを今見せられてしまったので。で、ミノフスキー粒子散布しないんですかっていうね、コメントをいただいていたんですけども、ちょいちょい散布する機会があれば散布はしてるんですけど、まず地上戦はですね、混戦になることが多いので、なかなか散布する機会がないっていうのが一つと、あと宇宙に関してはですね、戦艦。これが、とにかく物資がすごく貴重なので、ミノフスキー粒子を散布する、物資的な余裕が、ちょっとないっていうのも実はあったりしてですね、なかなかちょっと散布したぞっていうね、そのまさに場面をお見せする機会がなかなかないんですけども、機会があれば散布はするようにはしています。では、ハワイ攻略作戦、お金があるうちに発動していきます。で、今回残りのお金はですね、宇宙でリックドームを作るのに使いたいと思います。でリックドームが作れれば前線に即投入してですね、衛星軌道上、地球上空、ここのですね、勢力争いを確実にね、制していくというところをね、目指してやっていきたいと思います。まずはじゃあハワイ攻略戦に向けてね、部隊移動させていきます。では宇宙ではリックドーム作っていきましょう。この後リックドームを、最低でも5から6ユニットは作って前線に投入していきたいので、資源はね、しっかりと節約していきたいと思います。今回も着々と敵が打ち上がってきてるな。ギレン総帥の、グアジンは火力がむちゃくちゃ出るんで、しっかりホワイトベースを打つのに使っていきましょう。ギレン閣下と、で一番怖いのが我が力、戦艦たちがね、同じタイミングでエネルギー切れを起こして、モビルスーツが補給できなくなるというのが一番怖いので、そういう、ね、タイミングが重ならないように、戦艦たちのエネルギーのね、マネジメントはね、ちゃんとやっておきたいかなと思います。で、ここはもう絶対にペガサスを外に出さないことが重要なので、あえてもう攻撃はしない。この場で待機。ここで待機させて動かさない。これも一つの戦術というかね、敵を逃がさないことによって、ここからモビルスーツも出させないし、さらにね、敵を動けなくさせるっていうのも重要なので、一旦ここでこのシナプス艦長のペガサス級は取り囲んでおきましょう。で問題なのがここにいるジムとこのマゼラン、これをね、どう潰していくかですね。バロムの無罪は復帰できるな。戻しましょう。っていうようなことをやっていきます。よし、ここはシナプス艦長のペガサスを、やっぱギレン総帥がいると倒せますね。ただギレン総帥のエネルギー切れが著しいので、一度拠点に戻して回復していきます。出てくる敵は少しずつ確実に潰していくしかないんですが、戦力的にはリックドームが来るまではやっぱりちょっとね、対連邦軍に対して劣勢になりつつある、そういう状況ですね。なのでしばらくの間は生産は宇宙でのリックドームの生産に集中したいと思います。で、お金に余裕が出てくれば、やっぱりね、シャア専用ズゴック、一機しか作れない上に、シャアが乗らないと、その能力を十分に発揮できないっていう意味で、お金をかける割にどこまで、使い勝手があるのかっていうのはね、多少疑問はありますが、やっぱりシャアズゴックは欲しいので、シャアズゴックはお金があるときにですね、思い切って生産に入っていければいいかなと思います。報告します。ニュータイプ専用モビルアーマー。シリアからですね。ブラウブロが完成したことによってニュータイプ部隊の創設ということができるのかなと思うんですが、そこでニュータイプ最初はニュータイプの実戦投入を許可していただきたいのです。
シャリアベルとかですかね。実戦等にもちろんウェルカムですね。今我々の戦力、宇宙は特に厳しいので、ブラウブロにシャリアブル乗せて、宇宙でのね、制空権を取るのに貢献してもらいましょう。フラナガン博士にはニュータイプの調整を急がせます。朗報をお待ちください。ではソロモンで生産したリックドーム部隊ですね、これをですね地球上空に持っていきましょう。でそれに伴ってもザクはですね順次廃棄していきます。これでちょっとでもザクの資源をですねドームに転用していこうというところですね。で衛星軌道上は今回はペガサスは打ち上がってないな。ペガサスが打ち上がってくると思うとドキッとしちゃいますからね。報告いたします。シャリアブルが木星より帰還しました。よく戻ったシャリアブル。降り入って頼みが。これでシャリアブルがブラウブローに乗せて急いでね衛星軌道上に行きましょうか。ニュータイプであるお前には可能なはずだ。でブラウブローが完成してるので次はエルメスとかですかね。貴様のことは貴様以上に知っているはずだが、俺が何を考えているかわかるのだろう。キシリア様の行動を監視しろとおっしゃるのですね。さすがだな。そういうことだ。シャリアベルは早速ブラウブロに配属します。敵のジムなんですけども、先行量産型のプロトタイプジムから普通のジムにモビルスーツが置き換わってきてますね。今混在しているような状態です。この後徐々に先行量産型からね、普通のジムに変わっていくと思うんで、まあ、さらに連邦軍の、まあ、モビルスーツの、まあ、能力、あと生産力が上がってくると思うので、まあ、我々もそれに対してリックドームで対抗していきたいと思います。で宇宙の方はですねシーマを戻してこれリックドームに乗ってもらってます。今急いで、衛星軌道上にね、向かってもらっているっていうような状況ですね。なかなかこのヨーロッパオデッサから先、まあ、つまりベルファスト方面なんですけど、ここに進撃ができなくて止まってるような状態ですね。ハワイの方はですね、敵の潜水艦を一度無視して、このまま突入をしちゃいましょう。で、ハワイを攻撃開始したことによってですね、まあ、北米、キャリフォルニアに迫ってきていた敵の潜水艦部隊がハワイの方に戻っていきますね。開発プラン新しく、ついにゲルググが来ましたので、ゲルググは10ターンかけてでもお金を使って開発進めていきましょう。ジオン軍のね、量産型モビルスーツゲルググは、まあ、ガンダムに匹敵するような性能を持ってるんで、まあ、これをしっかり使っていきます。あとは、まあ、少しずつ宇宙の方にパイロットもね、戻していって地球と宇宙で、まあ、バランスよくですね、パイロットを配備できるように、まあ、進めて、いこうかなというところですね。では今回は満を持してハワイ攻略戦始めていきましょう。水陸両用モビルスーツとしてはアッガイとゴク、それにモビルアーマーとしてアッザムですね。さらにドームの機動部隊でガウ攻撃部空母、これ5隻に分けて合計ドームをですね15ユニット持っていきます。でガウ5機のうちできるだけ早くですね何機かはオデッサの方に戻してベルファスト攻略戦のためにモビルスーツをね輸送する役割を担ってもらえたらいいかなと思います。ハワイですが、思ったより陸地が少なく、かつ敵のユニットが多いので、
ドンも下ろせるポイントが少なそうですね。アンガイとゴッグで、なんとか上陸地点をね、切り開いてもらわないと、せっかくのドーム、機動部隊のドームを下ろす場所がないかもしれない。敵の動きを見ながら、アンガイド、ゴックをうまく使って敵をかく乱して上陸ポイントを作っていきましょう。まあ、この際、アンガイ、ゴックは撃破されてもいいという覚悟で、とにかくドームをね、下ろしたいと思います、ハワイ本島に。なんかハワイの方はね、どうやら、まあ、少しというか、まあ、日本の観光客の受け入れ体制みたいなものが、まあ、出来上がりつつあるようですけど、この冬またどうなるかちょっとわからないですよね。今むちゃくちゃ増えてますよね、コロナがまた。まあ、僕自身はもうちょっとこの冬というか、まあ、このコロナが収束しない限り、まあ、おそらくどっかに遊びに行くなんていうことはできないのかなとは思ってるんですけどね。ここでガウを下ろせるけど、ここでガウを下ろすとどうだろう、タコ殴りになりそうだから、貴重なガウを失わないためにもちょっとここは自重しましょう。安全に下ろせるポイントをやっぱりちょっと探して行きたいと思います。ガウ失ってもガウは新たに作る資源の余裕がまあ正直ないので、ガウはね、貴重だ、あの戦略上重要な、まあ、ユニットに今なってますね。オリンピックも本当にどうなるかわからないですよね。いや、やってほしいなとは思うんですけど、まあ、日本でもこの状況ですし、世界を見るとね、もっともっとすごく増えてるところもあるようなんで、まあ、なかなか難しいんだろうなとは思うんですけど、まあ、やらないとやらないでね、あのせっかく建てた、まあ、新国立競技場とかで、まあ、そういったものの有効活用は他にいろいろ手段はあるとは思うんですけど、まあ、遅れてしまうというのも事実としてあると思うんで、できるだけやっぱり使ってほしいなと思うんで、オリンピックはやってほしいですけどね。まあ僕自身は、まあ奥さんと合わせてチケット結構申し込んだんですけど、全滅しましたけどね。残念ながら。案外が一気に撃破されたが。この次のターンでなんとかガウを全部上陸させることができれば、案外一気失った、まあそのね、補填は十分にできると思うので、ここ一つポイントかな。なんとか上陸していきましょう。今回散布します。どちらかというと今回攻撃する機会はほぼないと思うので、散布だけして味方のね、回避率を上げておきたいと思います。アッツァムも失いたくないユニットなんで、ちょっと回避させて回復させましょう。代わりにどうだ、ガウが乗れないな。まだ乗れないか。ここにいるアンガイは、まあ、まあ死んでもいいユニットではあるんですけど、ここにガウ乗せちゃう。死ななければいいんだけどね。さあ、これで次のターンにドムをどれだけ下ろせるかですね。ドムであれば敵の陸戦ジムがいても、まあ、十分に渡り合えるというか、あの互角以上に戦えるので、数でも有利な以上、十分にね、撃退をできるかなというふうに思ってはいます。では、下ろしていきます。ここはシャア、ランバラル、3連星、まあ、オールスターが揃っているようなところなので、降りてしまえば、まあ、ある意味こっちのものっていうかね、かなり有利に戦えるとは思うので、下ろせたことが大きいから、
ガンは下ろしたら撃ち落とされないように一度ね、会場に離脱しましょう。でもしもウイルス撃退がピンチになったら再び、ガンを近づけて、回収するというね、一撃離脱戦法を取っていきたいと思います。ここからはドムの力を存分に発揮してもらいましょう。まあ、思った以上にドムを使っても敵のガンタンクとかが硬いな。なんで消耗戦になるかもしれない。まあ、このドム部隊であれば、味方の損害少なく敵をね、撃破できていけるかなと思いましたけど、味方の損害もそれなりに出るという覚悟はした方がいいかもしれないですね。3連星もちょっとダメージが蓄積してきてるな。ここニムバス大丈夫かな。大丈夫だね。ニムバスは格闘が高いユニットなので、まあ、前衛に置いているんですけども、やっぱり前衛にいるとね、消耗が激しいですね。格闘はちなみに前衛にいるユニットだけができます。では次のターンにね、引き続きハワイ攻略戦やっていきましょう。ウラナガン機関より報告します。当機関で要請していたニュータイプララースーンの調整が終了しました。ララーが入ってきたか。だララーが乗る機体が今ないんだよな。シャリアブルがブラウロ乗っていってしまってるので、エルメスの開発が待たれるというところですかね。なんとかリックドムが間に合いましたね。リックドムが間に合って衛星軌道に打ち上げられてきた敵の部隊を攻撃できそうです。これ危なかったな。リックドムが間に合わなかったら、あるいはこの打ち上げられてきた HLV から敵のモビルスーツを野放しにするっていう、ね、事態になっていたかもしれなかったです。まあ、これは間に合って本当に良かった。で、敵のペガサスがいますけど、あのペガサス相手にしてる余裕はないので、いずれにしても先にですね、HLV を落としておきます。で、今回の生産はですね、ソロモンでリックドムを2、で、地球上ではオデッサでドムを2作りました。で、その過程で、ザクをですね、3機、3ユニットほど廃棄して資源を獲得してドムの生産に当てています。やっぱり敵の陸戦ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクあたりがむちゃくちゃ硬くてですね、ザクだとちょっともう歯が立たないっていうね、状態になってきてるので、まあ、ドームに急いでね、まあ変えていってるっていう状態なんですけども、まあ、そのドームでもやっぱり敵がですね、ペガサス級になってきたりしてきている中では、火力がちょっと不足してきているなっていう印象があるんで、まあ、一刻も早くですね、ゲルググの開発が待たれるなっていうところですね。ガトーもやられたか。ガトーもちょっとリックドムに乗り換えてもらいましょう。やられてしまったので、これペガサスから3機モビルスーツ出ちゃいましたね。あのペガサスにはブライトが乗ってました。なので、今回はこのハワイ攻略をね、確実に成し遂げて、次の作戦に向かっていきたいかなと思います。このプロトタイプガンダムに陸戦型ガンダム、ガンタンクに乗ってるハヤト、ここがすごい硬いです。むちゃくちゃ硬い。ニムバスも一度撤退だな。まあ、ニムバスのドムを失いたくないので、ドムもね、資源を2700ぐらいかな使うっていうね、結構資源食いのユニット、まあ、強いんですが、その分資源を使うユニットではあるので、失わないで済むんだったらね、それに、もちろん越したことはないというところはありますので、できるだけ失わないようにいきましょう。うまい具合に散布できる範囲があれば散布していこう。で、まだね、このジョン軍編のプレイが続いている中ではあるんですけども、まあ、次の企画を実は考えてまして、ブライトはですね、最終階級が、まあ、大佐なんだと思うんですけども、やっぱりね、ブライトほど異例の出世を遂げた人間であれば、
閣下の身分になってもらいたい、まあ、つまり少将以上になってもらいたいという思いもあってですね、ブライド大将への道みたいなね、そういう企画を少し考えているので、この後はですね、このジオン軍編が終わったら、あ、次の企画として今お話したような新しいね、プレイができたらいいかなと思いますので、まあ、その他皆さんからこんなプレイどうとかね、こんな企画どうですかとかね、あればぜひぜひお声掛けというかね、動画のコメント欄もしくはツイッターのリプの方にお寄せいただければプレイさせていただきたいなと思いますのでね、アイデアある方募集しています。さあ、あと敵のユニット、ここにいるプロトガンダム、陸戦ジムにガンタンク、それとこのジムのプロトタイプですね、まあ、このガンタンクは放っておいてだ、このプロトガンダムをどうにか袋叩きにしたいな。ここはシャアに頑張ってもらいましょう。3連戦もまだまだ戦えるな。ランバラールもまだいけるね。ランバラール、クランプのコンビもまだ戦える余力残してます。逆にノリスのドムは危ないので、撤退させましょう。アコースはランバラル隊、もともとランバラル隊のユニットなんで、ランバラルに合流してもらいます。やっぱりこうやって見るとランバラルとシャアを比較しても、シャアの方が頭一つ抜けてるなっていう性能は感じますね。まあ、シャアの方が強いとこういうのはあるんで、シャアはこのハワイの戦い無事に終わったらまた昇進してもらおうかな。それもありだよね。硬い硬いガンキャノンを潰せばこれで、まあ、全滅でここが終われる感じですかね。まあ、3連生もランバラールももちろん強いんですが、それでも抜けて強いのがやっぱりシャアなので、シャアはこの後今大佐に昇進しているので、ここからさらに少々に昇進してもらいます。ランバラルは大佐に昇進かな。で、3連生はそのままですね。で、シーマは宇宙で頑張ってくれてるので、さらに昇進して大佐になってもらいましょう。で、デラーズとかもですね、まあ中将ぐらいまで、コンスコもね、中将ぐらいまで上がってもらえればいいかなと思います。ガンタンク残るか。うちのガンタンクは激アですね。はい、これでハヤトのガンタンクを撃破しましたので、ハワイの攻略完了になります。報告します。ハワイ方面軍がハワイ諸島最大の港、真珠湾を制圧し、ハワイの攻略戦で失ったモビルスーツは案外1機だけなんで、まあ、だいぶ戦力は温存できたかなと思います。はい、では今回はね、ハワイ攻略戦を終了しましたので、ここまでにさせていただきたいと思います。次回はベルファスト攻略のための準備を行ってですね、しっかりモビルスーツ移動させて、あと宇宙ではですね、リックドーム量産体制整いつつありますので、リックドームを作っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。